いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの素人の趣味の、動画っていうことで、今回もですね第2弾ということで、プロ野球チップス2024のね、第1弾、こちらの、プロ野球チップスのカードをね開封していきたいと思います。皆さん最後までご視聴よろしくお願いします。ということで、もう早速ですけれども、今回はね7袋2、4、6、7ということで、7袋分開けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、もう早速開封していきましょう。はい、前回はね10枚だったので、ちょっとね長い動画になっちゃいましたけれど、今回はね7袋なんで、そんなにね時間はかかんないかなと思っております。はい、出た。僕オリックスバファローズファンなんですけれども、今回はね、去年の日本シリーズで敗れたっていうかね、まあ日本一になられた阪神タイガースのカードですね。はい、岩崎選手と、もう一個はホークスの牧原選手ですね。はい、ということでこの2枚が出ましたので、こちらの方に置いときましょうかね。はい、どんどん行きたいと思います。で次、こちらのねカード開けていきたいと思います。今のところ前回牧原選手って出てたのかな、なんか被ってるような気もするような、しないような、どうなんだろう、ちょっとわかんないですね。ということでいきましょう。小笠原選手、あ、まあこれ被ったね、小笠原選手は被ったね。はいね、前回も確か出てたと思うし、今回こっち安田さんですね、ロッテの安田選手。はい、まあとりあえずはですね、はい、今のところこの4枚出てきてますんで、最後ね、動画作る時にはおさらいということでね、ちょっとやっていきたいと思いますけれども、3袋目開けていきたいと思います。なんかね、いい、めっちゃいいカード出ればいいけどね。今のね安田さんとかのカードとかでも、まあ選手でもそうなんですけれども、全然悪いわけではないですからね。小笠原選手もそうなんですけれども、じゃあ行きたいと思います。お、門脇選手ですね、ジャイアンツの。でこの裏は、あ、山口さんですね、ロッテ。はい、ということで、どうでしょう、かっこいいね。うん、山口選手かっこいい、意外とね打ちますよね本当に。うん、で門脇選手もね、こうなんかバッティングしてるシーンって、なんかねこのカードって結構かっこいいですよね。こうフォームだったりとか、打ってる後とかね、こういう感じのやつっていうのは。はい、ということで今カードは6枚目になっておりますが、次4袋目に行きたいと思います。この間ね10袋開封しちゃったんで、ちょっと動画としてね長かったので、まあちょっとね今回ね開ける袋数を下げていこうっていうところで、はい、今開封していますけれども、はい、こちら中が何かな。はいと、中日ドラゴンズの石川選手と、この裏が気になるとこっすね。はい、あ、東選手いいじゃないですか。これあれですよね、セリーグの、セリーグ版、だから去年の日本シリーズで阪神対オリックスバファローズだったんですけれども、その時に岡田監督がね言われてたのは、オリックスの宮城ですね、宮城投手に似てるのは、セリーグにもいるということで、この東選手のことをね言ってたような気がします。はい、って言って、まあタイトルですね、持たれてるので、まあ、こちらのカードと、あと石川選手というような感じで、今のところ別に悪くないですね、全然大丈夫。はい、何が悪いっていうのもないんですけどね、まあ、できればね全部コンプリートできれば一番いいんですけれども、まあ、コンプリートできるかどうかっていうのはね、ちょっともう運次第なので、そこはねちょっと、まあ、プレッシャーにならないようにっていうことで、はい、今からまた開封していきます。これで5袋目かな。はい、5袋目開けていきたいと思います。ちょっとね撮影しながら、画面見ながらちょっとやってるんで、まあ難しいんですけど、どうかな。
あら、またまたまた阪神タイガースいいじゃないですか、この村上選手ね。うん、日本シリーズ活躍しましたよね、本当にね。はい、ということでこの裏のカードはどなたなのか。中村晃選手、中村晃選手はこれ被ってるんじゃないかな。はい、スターカードということでちょっとキラキラと表面もなってますけど、まあ、このタイトルホルダーになってるね、村上選手はちょっとなってないような感じなんですけど、はい、こちらの2枚で続きまして、6袋目いきたいと思います。いやー、何が出るか緊張するよね、本当にね。はい、じゃあいきますよ。おっ、もうこれで俺わかるよ。俺おそらくこれ、平野選手ですね、おそらく。ほら、オリックスバファローズの平野選手ですね。まあこれは僕オリックスファンなんでありがとうって感じですけど、まだ被ってないんじゃないかな。今年の2024の第1弾では出てないような気がしますけれども、その裏はポランコ選手。あ、ポランコ選手は第1回目で出てきたかなね、タイトルホルダーホームラン王ということでね。うん、で平野選手、平野選手のフォークがね素晴らしくてね、うん、本当はね、オリックスバファローズで先発ピッチャーを務めてたんですけど、岡田監督がオリックスバファローズのね監督になってる時に、先発向きではないということで変えられてね、成功されてるというような感じで、はい、平野選手ああ見えて結構律儀なんですよ。日本球界に戻ってくる時にも岡田監督に一言連絡をしたようなのでね、はい、まあ、そういう風な話が言われております、一説に。はい、最後、今回の最後のカードですね。皆さん何が出るかも、これが楽しみでしょうがないですよね。おっと、おっと、また小笠原選手、3枚目かな、どうなのかな、4枚目になるのかな。と、あとはジャンプと、種市選手、あ、この投手いいですよね。うん、ということで、まあ、今回の結果このようになりました。で、今回ね7袋開封したので、1袋に対して2枚カードがついてます。ということでどうなるかというと、今からねちょっと並べてまいりたいと思います。これ全てねコンプリートさせたいんですけどね、なかなかね、もうプロ野球チップス自体がもうどこもかしこも売り切れになってしまって、ね、買うことができない状態になってるんで、もう最悪揃ってないカードに関しては、もうメルカリとか中古そういう風なところでね集めるとか、もうそういう風にやっていかないといけないんでしょうけれどもっていう感じなんですけど、うん、僕もねちょっとメルカリとかで今回ちょっと多少購入させてもらった部分もありますから、まあ、届き次第ですね、ちょっと皆さんにお見せしようかなと、動画にしてっていうのとかありますけど、別にねそのレア度が高いすごいなんかね価値のあるカードを買ったっていうわけではなく、自分のね、趣味趣向好きな選手が入ってるねやつを購入したっていうまででありますから、まあ、今回のね、成績というか、まあ、超過というかはこちらの方になっております。はい、ずらーっといきます。岩崎選手、牧原選手、小笠原選手、安田選手、門脇選手、山口選手、中村晃選手、村上選手、石川選手、東選手、小笠原選手、種市選手、ポランコ、平野選手ということで、今回出たのはこちらのカードになりますので、皆さんね最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。次回もねまた開封しますので楽しみにしていてください。お疲れ様でした。